クリスティアン・ゲントナーは、ドイツの元同国代表サッカー選手。西ドイツ、ニュルティンゲン出身。スイススーパーリーグ FC ルツェルン所属。ポジションはミッドフィールダー。1999年、VFB シュトゥットガルトの下部組織に加入。その後、2004から05シーズンに、レギオナルリーガに所属するシュトゥットガルトにで28試合に出場し、6得点を挙げる。トップチームでは、 同シーズン中の2005年2月20日、タイヘルタベルリン戦で、ブンデスリーガデビューを果たした。2005年9月25日、UEFA カップ対 NK ドムジャレ戦で、トップチーム初得点。2006年には、シュトットガルトと2010年まで契約を延長した。2007年7月18日、2009年夏までの契約で、VFL ボルフスブルクにレンタル移籍。 2008年8月11日、ボルフスブルクに完全移籍した。2010年1月8日、フルスのシュトゥットガルトへ7月移籍することが発表された。2016年5月10日、契約期間を2019年6月末まで延長した。2017年9月16日の VFL、ボルフスブルク戦で、相手 GK クーン・カステルスの膝に衝突し、 眼下、上学、尾骨を骨折する重傷を負った。11月17日のボルシアドルトムント戦で、復帰した。2019年6月7日、契約満了につき、シュトットガルトを退団することが発表された。2019年7月5日、1、FC ユニオンベルリンへ、フリーで遺跡。契約は2020年6月までの1年間。2021年6月、 f ール・チェルニエ、フリーで移籍した。2009年5月19日、アジア遠征に赴くドイツ代表に招集され、5月29日の対中国代表戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。